皆さんこんにちは。今日はしおねちゃんとエアコラボ動画になります。イエーイ。はい、またエアでコラボをしました。今回は同じコスメでイエローゴールドメイクをやってみました。結構私たち同じものを持ってることが多いので、その中からね、使いたいものをピックアップして揃えてメイクをしてみました。で、私はこんな感じのメイクをしてみました。私もね、アップされてから見るのですごい楽しみです。はい、ということでエアコラボメイクスタート。はい、では始めていきます。まずはこちらを使います。ファミュの We Love さん、こちらは SPF50 の PA3+ になります。しっかり紫外線からもね、守ってくれるし、少しね、トーンアップしてくれます。これを全体に塗ります。はい、こんな感じです。すごいツヤも出ますよね。保湿もしてくれるので気に入ってます。ファンデーションはこちらです。ケイトのパウダリースキンメーカーの02番。これすごい崩れにくいんですよね。マスクメイクとか夏メイクにすごくおすすめです。はい、こんな感じで全体にのせたらスポンジで伸ばします。なんか今回は同じコスメを使ってテーマだけ決めて各自でメイクをするっていうね、コラボなんですけど、どういうメイクになるのか私もアップされてから見るのでめちゃくちゃ楽しみ。結構なんかね、こういうエアコラボとかしがちですね最近直接ね、あんまり会って動画とかね、なかなか撮れないので、こういう感じでやるのも面白くていいですよね。楽しい。特になんか私としおねちゃんは持ってるコスメとかがね、結構似てるというか被ってるものも多いと思うので、こういう企画やりやすいですよねでも本当に被ってるものが多いから決めるのもね、候補がありすぎて選ぶの大変でした。はい、こんな感じ。これめっちゃいいですよね。私すごい好きなんですよ。ちょっと最近使ってなかったんですけど、久しぶりに使ってもめっちゃいい感じで、カバー力が高いので気になるところは重ね塗りにします。はい、こんな感じです。そしたらパウダーはこちらを使います。 MAC のミネラライズスキンフィニッシュナチュラルのミディアムですね。はい、こちらのカラーを使います。はい、ベースメイクはこんな感じです。めっちゃ綺麗な仕上がりです。ファンデーションもいいし、このパウダーもね、すごく肌を綺麗に見せてくれるのでめちゃくちゃおすすめです。なんか自然なツヤもあってね、すごい好きなんですよこれ。そしたらこちらを使います。しおねちゃんがね、大好きなメディアパウダーアイブロウの DB1 番です。こちらを混ぜて使っていきます。はい、こんな感じで描いてみました。この色ね、すごいいいですよね。すごくちょうどいいです。今の髪色とも合ってます。そしたらアイシャドウはこちらを使います。かわいい。もう見てるだけでテンション上がりますよね。ロレアルパリのホリデーコレクションを使っていきます。配色が本当にかわいい。全部ね、発色がいいんですよ。で、今日はイエローゴールドメイクなので、こちらをね、メインに使っていきたいと思います。で、こちらのマットブラウンをね、全体にのせていきます。そしたらもうメインの色をのせていきたいと思います。これはもうたっぷり塗りたいので指でのせていきます。
めっちゃ綺麗すごい可愛いこれ。やっぱね、このパレットすごいいいですよね。めちゃくちゃ発色が綺麗、キラキラしてます。こんな感じで、ちょっとね、色味を足したいなと思うので、ここのカラーを下まぶたの目尻の方にのせていこうと思います。はい、こんな感じでちょっとだけね、赤みを足しました。そしたらこちらのカラーを目頭にのせていきます。はい、こんな感じにしてみました。そしたらビューラーをします。結構ラメが落ちてる。ブラシで落とします。はい、そしたらアイラインはこちらを使います。今回ね、新しく購入してきたんですけど、キャンメイクのアイライナーです。クリーミータッチライナー。これね、だいぶ前に使ってて、私もすごい気に入ってたんですよ。だから今回また使えて嬉しい。で、私が使ってた時は02番までしかなくて、ブラックかブラウンだったんですけど、ダークブラウンも出てたので、今回はね、ダークブラウンにしました。03番ですね。こちらを使います。こんな感じでね、だいぶ細めです。で、アイシャドウが結構シンプルにしたので、アイラインをね、がっつり引いていこうかなと思います。インライン引いて、跳ね上げラインをしっかり長めに引いていきます。はい、引いてみました。もうめっちゃ描きやすいびっくりした。久しぶりに使ったからめちゃくちゃびっくりしました。で、このカラーは初めて使ったんだけど、すごいちょうどいい色で気に入りました。目もはっきりするし、すごい綺麗で、下まぶたのところね、もう少し足そうと思います。はい、こんな感じで上も足しちゃいました。そしたらマスカラをしていきます。今日はね、エティセを使ってからトゥーフェイスを使います。はい、そしたらブロンザーマックを使っていきます。これすごい大好き、ブロンジングパウダーのリファインドゴールデン、こちらをね、使っていきます。で、ノーズシャドウ入れてないので、こちらで入れます。で、チークはセザンヌを使います。これもね、ほんと可愛いですよね。人気なカラーの17番です。これをちょっと上目につけようかなと思います。うん、やっぱこれ可愛い。で、発色もね、すごいいいので、プチプラで最高ですよね。はい、こんな感じで血色いい感じにしてみました。そしたら次何使うか分かりますかハイライト好きさんなら分かるであろうあれです。はい、こちら、これはもう本当に綺麗、ウェット&ワイルドのメガグロハイライティングパウダー。これはね、ずっとおすすめされてたんですけど、前回にね、コスメスワップをした時に選んでもらいました。めっちゃ綺麗これ。これをたっぷり塗ろうと思います。おー、綺麗。プチプラでこれはすごいですよね。さすが海外コスメって感じ。すごいこのツヤ、めちゃくちゃ綺麗。で、最後リップはメイベリンを使います。
メイベリンもね、私たちすごい大好きなんですよ。で、スーパーステイマットインクを使っていこうっていうことなんですけど、私はね、130番を使います。オレンジブラウン系のね、カラーなんですけど、これを薄くつけてポンポン指でなじませていこうかなと思います。最近ね、このやり方が好きなんですよね。マスクをするので薄めにつけたいんですよね。ポンポンつけることでなじみが良くなるし、ふんわりとしたカラーになるので、最近そういう風にやってます。まず軽くつけてから、指でポンポンします。めっちゃ可愛いこの色。結構しっかりめにねつくカラーなんですけど、やっぱこういう風にポンポンするとすごい馴染みがいいですね。じゅわっとした感じになります。真ん中のところはもうちょっとつけようかなと思います。めっちゃ可愛い。はい、ということでメイク完成しました。こんな感じです。はい、どうでしょうか。やっぱこのアイシャドウめっちゃ綺麗ですよね。すごいキラキラしてて発色がいいです。で、今回はね、私たちが好きなコスメを使ってイエローゴールドメイクをしてみました。ベースメイクもね、崩れにくくなってるので、マスクメイクとか夏メイクにもおすすめです。私的にはね、かなり気に入ってます。すごい綺麗。こんな感じのね、コラボ動画は2回目なんですけど、今回もね、めちゃくちゃ楽しかったです。またね、エアコラボでできるものがあったらぜひリクエストください。で、しおねちゃんのチャンネルでも同じコスメを使ってメイクをしてるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今日最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。